ちーちゃんこと、ちーのぞみです。はい、今回はですね、今日の今から夜の過ごし方、ナイトルーティーンですかね、を撮っていこうかなと思っております。なんだか疲れております。すごく。疲れが、とりあえず、もう全然疲れが取れてない状態なんですけど、急遽気合を入れるためにカメラを回してみようかなと思い、カメラを回してみました。10時前なんですけど、もうお腹が空いたということで、今10だった？今ね。撮影をね、ママしていいって言って撮影するから、テレビの音ちょっとだけ下げてっていうので、いくつにするかっていう話をしてます。テレビの音がうるさいとさ、こなんか聞きづらいみたいなコメントが結構あったりしたので、撮るときちょっと下げてくれるようになって、コアがいくつにするかっていうので9だったのを11にしたっていう感じです。そう、話はそれましたが、夜ご飯は今もう済みです。済みの状態で7時前ですね。今日のメニューは今からそっちゃんが紹介してくれると思います。ということで、ぜひ興味のある方は最後までお付き合いください。それではスタート。スジチャンネル。はい、今日の夜ご飯はグラタンとキムチャーハンとソーセージとサラダです。これは昨日の残りですね。でもこれ昆布サラダなんですけど、ちょっと昨日の残りで、これ昆布サラダのちょっと元気がなくなっちゃったんですけど、昆布サラダです。キムチチャーハンとソーセージとなっております。美味しいですか？うん、美味しいです。美味しいです。そうです、美味しいです。美味しいですか？美味しいです。うまいです。唐揚げ、じゃあ唐揚げ品切れです。米チャーハンってこと？白。白？はい。どういう食べ物？ごちそうさまでした。ゆろ、いってきます。いってらっしゃい。えらーい。はい、じゃあゆい。はい、ということで、ここに皆さんご飯を食べまして、今からお風呂なんですけど、見てよ、もう脱ぎっぱなし。こちらはご長男のお洋服でございます。こちらご長男の棚でございます。そうなりますよね。もうさ、なんでこう閉められないかね。これをします。アバアバのやつ、懐かしいよね。これ私がちっちゃい時からある。ふーって吹くと泡がバーって出てくるやつ。これをお風呂に入りながら遊ぶ約束をしております。ちなみになんで疲れてるかっていうと、なんかね、ここ1週間、いや、なんかここ最近ずっとなんかバタバタしてて、夜中のトイレも近すぎて全然熟睡ができてないっていうのもあって、疲れが取れないんです。で、今日やることいっぱいあってバタバタしてて、あっという間になんか時間が、一日が早く通り過ぎてっていう感じで、帰ってきてすぐにお腹空いたって言われたんで、ご飯準備して、そうしたらもうバタバタしててカメラ回せてなくて今に至るって感じなんですけど、だからもうゆっくりお風呂に入ろうかなと思っておりますので、お風呂を洗います。とりあえずお風呂洗います。最近ね、全然私見てないけどね、湯船にね、浸かるのに、あ、もうやばい、湯船に浸かるのにハマってて、寒くなってきたっていうのもあるんだけどね、湯船に浸かってあるものを見てるんですよ。見せたい、みんなに見せる。防水テレビ、ポイントで買ったんですよ。ポイントで買ったというか、ポイントでゲットして、これで YouTube だったりとか Netflix だったりとかをめっちゃ見てて、もうね、お風呂の取り合い、みんなで、みんなが長風呂するから取り合いなんですよ。今までさ、私がさここいいか、そう、今までさ私
みがさ、何なのかよく分かんなかったわけ。自分の一人時間とか別にいらないとか思ってたの。このね、今のお風呂の一人時間はめっちゃ好き。ただね、私ね、本当にすぐのぼせちゃうから入れても10分15分なんだけど、テレビがあるから10分15分入ってられるけど、もうじっとしてんのも嫌で、テレビがなかったら本当に 1,2 分しか湯船に入ってられなくって、でもテレビが来てからその10分15分の時間が最高に楽しいんです。かつ私かノアが一番最後に入りがちなんだけど、2人でなんか汗かく入浴剤を入れてみたりとか、好きな香りの入浴剤入れてみたりとかして入るのが最近の私とノアのブームです。カメラアングルとか今この三脚も良くない。はい、1回目流れるの待ちです。たっくんがいるときはね、たっくんとね、コアがね、一緒にね、お風呂にね、入るんだけども、今日さ、たっくんもさ、いないわけ、出張でいないので、コアと一緒に入ってコアを先に出して拭いて着替えさせて出たら、もうノアとかセイとかソラとかがコアの髪の毛乾かしてくれたりもするし、でその後に私は自分時間です。完全に10分15分の楽しみ。ということで、お風呂がたまるまで待ちますね。あー、ちょっと待って、これは絶対犬の仕業、多分絶対クックの仕業、絶対ほら、皮脂をばらまいております。ほんとにさ、ちょっと待って、何これ、やだ、これ掃除機だよ、これ掃除機。寝室のさ、ゴミ箱にさ、ジュースの飲み物入ってんだけど、なんで？それはダメだ、手じゃ無理だ。疲れてる、このまま寝そう。7時前じゃない？確か。よいしょ。お次はハエだ。ちょっと待って、どこに行った？ねえ、あれ、俺さ、パパがいる時さ、テレビゴキブリいたの。え？嘘でしょ？あ、でもね、昨日もママ見たの、ちっちゃいゴキブリの赤ちゃん。やばいよね。行けたと思うんだけど。宿題。メロン。ごちそうさまなの？うん。はい、宿題やって。ね、時間なくなるよ、どんどん。眠いんでしょ？どん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 眠たくなっていくから。遅くなれば長ほど眠くなって、やる気がなくなるの。で、自分の時間もなくなるの。宿題やって、お風呂入ったらランチ食べていいよ。お風呂が沸いた。背中がやばすぎて、右手だけ、しかも。マジで鼻水がさ、やばすぎてさ、昨日の夜も寒暖差かな。宿題をやり始めました。今の時刻7時過ぎか。今すぐノアの TikTok が上がる時間ですね。気づいてる人は気づいてるかもしれないんだけど、ノアの TikTok はいつも7時7分に上がってます。特に意味はないんだけど、T7 だからみたいなことで、別に思い入れがあるからまだ動いてなくて、7時に上げるより7時7分の方がなんかノア的にしっくりきたっぽくて、知事の日にあげてます。ただそのノアさんはまだ帰ってきてなくて、学校の後に用事があって、そ
のまま出かけてまして、まだ帰ってきておりません。で、なんか帰りが遅くなっちゃうから駅まで後で迎えに行ってきます。ちなみに明日は学校はお休みです。生の部活はあるかな、なんかある時とない時があるからさ、スケジュールが変更になるからさ、あるのかないのか確認ちゃんとしないとわかんない。さっきスプーン洗ってた感じで忘れる。どこまでのスプーンを洗って、どこまでのフォークを洗ったのか、何も覚えてない。さあ、のあちゃんのお迎えに行ってまいります。意外と早かったよ。お迎えに行ってきます。雨が降ってきてるよ。明日めちゃめちゃ寒いらしいんだよね。いつこたす出そうかなってめっちゃ悩んでる。ていうかマジで何も見えてないね。夜の車は何も見えんね。みたいな台、三脚っていうの固定してるやつ新しく買いました。めっちゃいいけど真っ暗。夜ご飯が早かったからさ、すごいなんか時間に余裕はあるんだよな。自分に余裕がないだけで、時間に余裕は今日すごくある。そっちゃんも無事に宿題が終わりまして、お風呂入ってなかったんだけど、ちょっとね、あの明日が学校は休みっていうところで多少いいかなみたいなちょっと思っちゃってはいる。マジで眠い。寝ても眠い。いや寝ても眠いっていうか、本当に夜中新生児を育てているんじゃないかっていうぐらい起きちゃうの。トイレで下手したら1時間半起きぐらいに起きてる。トイレに眠りにつけなくて浅いから、ちょっとした音とかでも起きちゃうの。うちらが寝てる場所が上の足音が響くのよ。あ、それで言ったらね、響くのよ。の後話すわ。ちょっと一回、響くのよ、響くのね。だからちょっと誰かが夜中にトイレ行ってる足音ですらも私起きちゃうから、その辺はね本当にもっと深い眠りに入りたいと思ってる。暗闇で話す話じゃない？この間さ、たーくんがね、朝さ、なんか4時半だか5時だかに出発しなきゃいけないっていう日があって、私がそれで5時半にトイレで起きたわけ。その時に5時半でたーくんが寝てたの。まだ。で、大丈夫？と思って、5時半出発してなきゃいけない時間じゃないと思って、でも、さすがに、連絡、携帯電話鳴ってないってことは大丈夫なのかなと思って、それを考えながら私トイレ行ったの。帰ってきたらタークいないの。寝てないの。さっき寝てたのに。で、いなくて、でも気になっちゃって一回布団戻ったんだけど、気になっちゃってリビング探しに行ったわけ。そしたらいないの、リビングにも。だから結果、私は今何を見たのと思って、誰を見たのと思ってさ、マジで確かに顔は誰だったかは見てないの。なんかこう全然通れないんですけど、誰が寝てたのかはちょっと見えてなくて、でも私がトイレに行った時は寝てたのに帰ってきたらいないんだよ。マジ何を見たのと思って超怖い。超怖いけど怖いとは思わなかった、それを見た時に。よし、ノアを待ちます。そう、怖いとは思わなくて、いないって分かっても怖いとは思わなかったの。ほんとタークみたいな人だったんだよ。でも確かに顔は確認してない。でもちゃんと寝てた。でもいなかったんだよ、帰ってきたら。マジで不思議じゃない？っていう現象が起きたんですよ。
不思議、マジで不思議。私が寝ぼけてたんじゃないって言われたんだけど、いや寝ぼ、私寝ぼけないの、本当に寝ぼけないの。もうね、多分起こされてすぐに何でもできちゃうぐらい寝起きがいいわけじゃないけど、結構ターくんとかって夜中起きてたようで起きてないみたいなこと結構、あのコアが泣いて起きてたみたいな時があっても、その時はちゃんと対応してるのに、朝起きたらよかったね、泣かなかったねみたいな。そう、熱の時とかさ、結構やっぱりちっちゃい子って泣いちゃったりするじゃん、グズグズしたりとか。その時にターくんが夜中起きてコアのこういろいろ対応してくれてるんだけど、朝起きたら覚えてないの。ああいうことは本当にないんだよね。鮮明に覚えてる、夜中起きてることとか、自分が何回トイレ行ったとか全然覚えてるタイプなんだけど、だから絶対あれは見間違いじゃないって思ってる。電車が遅延してて今着いたらしいです。ちょっと待ちます、しばし待ちます。今日さ、ご飯食べたのがさ遅かったからさ、お腹空いてなかった、子供たちと一緒にご飯食べなかったんですね。で今になってお腹空いてきたかも。道があって首が動かない、どういうこと車じゃなくて電車で、今日1日やばい。ああ、朝寝違えてってこと、シートベルト動かない首が、それ温めないのがいいんじゃない、ついてないのかな、まだ手つけてよ、帰りたいね。首を寝違えたようです。入ります。空いてればでいいんじゃない？言えるかな、うん、水分取るし。めちゃめちゃサウナ。あのサウナ入ったらまた。今日はね、ノアはね、頑張る日だったの。いろんな意味。何を頑張ってる？いや、いろんな意味で。初めてママなしでこんな人。そう、ママなしのママなしデビューだよ。どんなことはないんだけど、全然。ちょっとね、いろいろね、予定が詰まっててね。それを全部一人でこなして帰ってまいりました。そうだ、バッシーがさ、あのさ、なんたらドーナツ買ってきてくれてるんだよね。あ、そうそうそう、昨日は食べれてる。そうだから今日朝から行って買ったんだって言って。明日食べれない？いや、今日が美味しいんだよ。美作しなきゃ。うん、本当に人気だよ、あれ。うまいよね。合法です。 OK です。ありがとうございます。到着です。ちゃんは今からサウナに入るそうです。私はお風呂に入ります。はい、帰宅したんですが、見てください、ご長男のお洋服です。カバンです。ただいまです。はい、ということで今からお風呂に入っていきたいと思います。まずはメイクを落としていくんですけど、今日のメイク落としはこちらです。ドクタールルルンクレンジングトーニングバームクリアブラックです。これね、スタッフさんにね教えてもらったんだけど、メイク落とす時って摩擦とか乾燥で肌荒れを起こしやすかったりするみたいなんだけど、このねルルルンクレンジングはメイクをしっかり落としてくれて、乾燥とかで肌がね突っ張らなくて、こんな感じのバームだから摩擦とかの心配もないんです。これダブル洗顔もいらないクレンジングバームだから、バタバタの日とかは絶対にねこれをね使った方が楽できるよっておすすめしてもらったから、いつものようにバタバタの時に割とこういうのがちょうどいいかなと思って買ってみたいと思います。今日はなんやかんやで疲れちゃって、あのノアをお迎えしてからさ、あの後ノアとさずっとひたすら喋っちゃってたらさ、だんだんかんだですごいいい時間になっちゃって、なので簡単にメイクをオフしていきます。使い方としてはこのね付属のスパチュラですくってで、乾いた手にですねバームを取ります。で、手の温度で少しこう溶かしてから顔につけるのがいいんだって。こんな感じでしっかり溶かしたら顔に塗っていきます。優しく肌になじませていきます。くるくるとね円を描くようになじませます。目も優しくなじませます。小鼻も優しくなじませます。
黒ずみが気になる小鼻の周りは人差し指とかでこうやって細かく円を描きながら丁寧にね、優しくなじませるといいんだって。これ手で溶かしたバームをこう優しくね、メイクした肌になじませるのがいいみたいで、ここからがねポイントなんだけど、水とかぬるま湯とかをちょっと手に取ってバームとね、なじませると乳化して白くなるから、ちょっとやってみるね。今こんな感じ、透明ですね。乳化させます。こんな感じで白くなるのが乳化した合図になってます。透明だったのがこうやって白くなります。全体が白っぽく乳化したら、汚れがねしっかり落とせてますよっていう合図なので、このタイミングで洗い流します。洗い上がりました。洗い上がりました。どうでしょう、ちょっと肌のトーンが明るくなったんじゃないかなと思います。しかもね、全然突っ張ってないし、クレンジングっていつ洗い流せてるんだろうってね思うこともあると思うんだけど、これはね、あのしっかり乳化させて洗い流したからなのか、タイミングがねすごい分かりやすかったです。ちゃんとねメイク汚れを洗い流せてるっていう感じがしてる。何してんねん僕、お風呂入りたい、ま、あもう僕お風呂入るよ、早くお風呂でどうかしよう今ねコアもねお風呂に行っちゃったので、私も今このままお風呂に行こうかなと思うんですけど、ほんとクレンジングすると自分の中で一日終わったっていう達成感とスッキリ感があるので、自分の気持ちの切り替え、オフのスイッチに入るっていうんですかになるので、この後も引き続き、はい、呼ばれてるのでお風呂に入っていきたいと思います。だから今みたいにさ、コアに呼ばれてるんですけど、時間がさ、やだー、なんかすごいんですけど、またもうさ、こんなドタバタしてるけど、こうやってクレンジングさしてさ、ダブル洗顔が不要なので自分の時間がねなかなか取れなかったりする方にも本当におすすめです。ちょっとでも時短になるっていうところですね。急いで今コアさんお風呂行っちゃったんでちょっと待って、コアお風呂ちょっと待って、シャワー強いな。お母さんが今体だけ自分で洗ってくれてお風呂に浸かってるので、私もサクッとお風呂入ってきまーす。はい、お風呂から出ました。私はコアはまだ泡で遊んでて、泡で遊んでるますね遊んでおりまして、先に私が出たんですけど、テレビをゆっくり見ようなんつってたじゃん。溜めてからさ、時間経っちゃったからさ、お湯がさ入ろうと思ったらさ、ぬるかったっていうのもあるの。コアがまだ遊ぶっていうから、ちょっとテレビは無理でしたね今日は。のーちゃんは今サウナに入っております。テイはもう行ったから、さっきなんかアイス食べに来てたけど、のーちゃんはやることが終わったので、友達となんか電話しながらゲームしてる。あーちゃんこちらいつでも OK なんで。まだ出ない？はい、出ないって言ってるって怒られました。ちょっと先に化粧水とかやってよ。はい、ということでスキンケアしていきます。まずはパックします。最近乾燥がさめっちゃ気になるからさ、しっかりと。秋花粉なのか季節の変わり目なのか分かんないんだけど、くしゃみ、鼻水がやばくて、それさもうここら辺がさ鼻かみすぎてさ、めっちゃヒリヒリしちゃってね、割れちゃってるから、こんな感じでしっかりとパックで保湿をしていきます。コアさんはいつ出るのかしら。残った液は最近バッシーにさ膝をさ保湿しろって言われてさ、残ったパックで膝を保湿しろって言われてさ、最近肘と膝をさ、肘の方がやばいと思うんだよね、曲がり角します。よし、コアさんは出るかしら。いいよ、ストロー刺したままでいいよ、なくなっちゃうから。犯罪して、犯罪。シンプの家、うら、よいしょ。髪の毛乾かしますぜ。はい、おーい。さあ、ということで
無事に私全部ミッションクリアしましたので、ご飯を食べます。今更ながらに食べます。時間が時間なので外にします。家に冷え切ったキムチチャーハンを食べて食べましょう。ノアまだサウナだけど大丈夫？サウナをさつけてさ、夏場はやっぱりサウナに入らなかったの。入らなかったんだけど、サウナに入っても水がないのよ。まあ、冷たい水が夏場は出せなくて入れなかったんだけど、寒くなってきてサウナに入ってギンギンの水が出るからサウナの時期だね。夏一瞬ちょっと不安だったの。あ、サウナ倉庫になっちゃうんじゃないかなみたいな心配が、まあ、あったんですよ。サウナのあるあるじゃん。え？見せてほしいだの、見せられないだの、なんかよくわからん、もうポケモンのカードゲームのさ本を見たいのに、空はさなんて見せなきゃいけないんだっていう、何事かと思ったよ。よし、キムチチャーハンをもうサクッと食べて食べます。いただきます。疲れたというか、まじで疲れが取れないんだわ。多いな。早いんだ最近。早寝早起きで。終わった？待って。コップに入れ。はあ。コアがね、アイスここまでだよって言って食べて、ちゃんとあの用事でね、ここまでだよっていう印をつけてね、あげたんだけど、ちゃんと線まで食べて、これぐらいのさ、アイスとかさ、1個絶対多いじゃん。コアにとって半分までって言ってるんだけど、みんないつからそのさ、でっかいさ、このサイズのアイスをさ食べさせる、多すぎる気がして。なんか普通のチョコモナカみたいなやつとかさ、あれ1個絶対多いじゃん。うちは基本みんな半分、手とかはさあれだけどさ食べちゃうけどさ、コアぐらいはさまだなんか大きくない、あれ食べすぎ、あれ1個食べたら食べちゃうか、食べちゃうんだろうね。まあ食べちゃうよね、渡したら食べちゃう、全部いいよって言ったら食べちゃうと思う。ドーナツもあるの、これの食べかけが寝る前だけど、疲れるとさマジで最近目のここのくぼみが気になるようになってきて、眉間のここ、朝起きたらこうやって寝てるんだよ、多分こうやって寝てるから、このここに跡がついたまま起きちゃって、そっからここのシミシワが取れないの、伸ばさないと。やばい、眉間のシワマジでやばい。はぁ、完食、ごちそうさまでした。え、全然怒んないよ、ほら、はい、おいで、やぁ、おいで、ほんまよ。取れない。え？鍵ない。やばいじゃん。取れなくなったって。壊していい？ダメだよ。あ、取れた。だから俺はついたやつと寝てないで。あ、綺麗。あ、綺麗。はい、グジグジペ。はい。さあ、私のナイトルーティーンということで。毎日のルーティーンでもあるサプリを飲みます。飲みます。なんでやばい、めっちゃサプリもあるし、自分の薬もあるし、まだ飲みます。メイクをして寝る、これは絶対的なルーティンです。コアとお布団に入って私もゴロゴロしながら携帯ポチポチしながら寝ます。あれ寝ますよ、テレおやすみ、一緒に寝すぎるのまま歯磨きしちゃいます。コアもそろそろそれぐらいいけるか、んこれもいけるか。モダンで一番長いものは何でしょう。うん、モノレールだって、うん、絶対じゃあモノで一番長いメジャー、
メジャーじゃない？メジャーって何？わからずに色あれいいところで、あれこうやってすくうやつ。魚釣りのいいところですくうやつって。何？網？網の棒？うん。これ長いと思う。あ、こうの。これも長いじゃん。あ、縄跳びじゃない？大縄だよ、こうは。大縄。そうだ。そうだ。ちょっと調べていい？世界で一番長いものは？迷いアイアブイクラゲ。クラゲ？クラゲ？まあ生き物に本当にこれ出てくる。詳しく出てこない。迷いアイオイクラゲ。迷いアイオイクラゲが一番長いんだって。どんだけ長い？全長120m。マジで？世界で一番短いもの？短いもの。俺知ってるよ。それは歯磨きでしょ。歯磨きが短いんですか？絶対それ。こんなのちっちゃいクラゲ。違う、みんなちっちゃいじゃん。見て、コアの耳で一番ちっちゃい。やばくない？こんぐらいしかない。寝ますよ。コアさん寝ます。はい、お腹閉まって、おやすみなさい、ごめん。コアもお腹閉まって、ママもお腹閉まって、おやすみなさい。おやすみなさい。よし、お布団に行きます。バイバイ。はい、ということで今回は久しぶりのナイトルーティンっていう形で撮影をしてみました。ルーティンといえばルーティン、日常といえば日常って感じなんですけど、まあ基本的に我が家の夜はあんな感じで、何かしらこうみんなバラバラしてて、何かしらこうバタバタしててみたいな感じかなと思います。そんな中で私があのメイク落としをする際に使っていたこちらのルルルンクレンジングトーニングバームをちょっとご紹介させていただこうかなと思います。ルルルンクレンジングはですね、何種類かこう種類がねあるんですけど、今回私が使ったのはこちらのクリアーブラックって言って、これすっごい良かったです。このねクリアーブラックには黒いバームの炭が入ってるんだけど、その炭に皮脂を吸着する作用があって、それにプラスしてなんとダブル酵素も入ってるから、炭とダブル酵素、この2つでメイク汚れをしっかり洗浄してくれます。しかもね、肌を整える作用も入ってるみたいで、アゼライン酸とビタミン C 誘導体も入ってるそうです。アゼライン酸って何って思う人もいると思うんですけど、アゼライン酸は過剰な皮脂をケアすることで毛穴目立ちだったりとか肌荒れを防いでくれて健康的な素肌に導いてくれるのに大事な成分なんだって。だから毛穴汚れをしっかりオフしていきたいっていう方はこのクリアブラックがおすすめってルルルンさんから教えてもらいました。ちなみにその他にも肌の悩みだったり状態で使い分けることができるクレンジングトーニングバームっていうのがあるから簡単にご紹介します。まずね、エイジングケアに特化したいっていう方にはこちらのルルルンクレンジングトーニングバームスムースレッドっていうのがおすすめで、肌のねくすみが気になるよって方にはこちらのルルルンクレンジングトーニングバームハイドレートホワイトっていうのがおすすめなんだって。そして肌が敏感になってしまってるなーっていう方にはこちらのルルルンクレンジングトーニングバームマイルドブルーが合うっていうのを教えてもらいました。こんな感じでですね、いろんな種類のクレンジングトーニングバームがあるから、ぜひ詳細はですね私の概要欄の方からルルルンさんのチェックしてみてください。実際今回そのルルルンさんからご提供いただいたんですけど、実は私これ実際に使ってて、もう2つ使い終わりかけだったんですよ。だからすごい嬉しくって、こんなに他にも種類があるとのことで、その揺らぎ肌だったりとかちょっと悩みに合わせて使い分けていきたいなって改めて感じました。だから私が普段メイクしてこういうクレンジング使ってるんだけど、今ノアもメイクしたりだとか、ターくんがお仕事でこうメイクして帰ってきたりとかもするので、家族みんなでって言ってもターくんと私とノアが基本だと思うんですけど、もうみんなでやっぱその肌の状態に合わせて使っていけるし、そうですね、もう年齢問わず使えるなっていうところがすごく魅力的だなと思っております。はい、ということで今回はこんな感じでルルルンのねクレンジングバームご紹介しましたが、久しぶりにナイトルーティンを撮影してみました。そうですね、もうあれが多分本当にルーティーン
な状態かな。本当に素の状態の夜をお送りできたかなと思います。一つねちょっとね失敗したのが、夜ご飯を作るところが取れなかったっていうところが、本当は夜ご飯作るところから回したかったんですけど、バタバタしててそれができなかったっていうところがね、ちょっと失敗というか反省点ではあるんですけど、そうですね、また改めて夕飯の作るところからのナイトルーティン撮れたらいいなと思ってますので、この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュンやってますので、ぜひそちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。